皆さんこんにちは、中野屋の前田です。今日はお風呂の、現場に来てます。築40年の、お宅ということで、どんなお風呂になるのか楽しみです。それでは案内します。もうすでにお風呂は大部分が、壊されている状況です。それでは、解体状況を、見てみましょう。ご覧の通り、もう、タイルは全部剥がれてますね。築40年ということで見ていただきたいのはこちらですね。これがお湯の管なんですが、もう錆びて、老朽化してます。でこういったところからやっぱり漏水とかっていうのは起きてしまうんですね。でこれは、もちろん、お風呂を交換する前に新しい缶に取り替えます。水回りのリフォームするなら